始めます。京子。はい。いや無理。浮気して出てった人のことパパなんて思えない。どうかこの通り。この親父リピート。当店の女の子はお客様のことをパパと呼び、親子のように親しい。ねえ、パパは私のことを愛してる？京子のこと今まで忘れたことなかったよ。まだ来てません。あ、そうです、先週原宿で声かけた女の子です。はい、アイドルになりたい JK 京子です。マジ？もしかして京子ちゃん？こんにちは。遅いよ。ごめんなさい。でも可愛いから許してあげる。はい、本気です。じゃあホテル行こう。ホテル？お前はパパに会えて嬉しくないのか？もうケチなパパにはもう会ってあげないから。そんな。やっぱり来なきゃよかった。ちょっと待ってよ。何？離して。京子ちゃんには未来がある。俺みたいになってほしくないんだよ。角を出せかよ。近い。一応演じようとしてた。バイバイ。私を捨てたくせに。あのさ、京子ちゃん、俺、君のパパじゃない。は？誰？